なんか新しいことしたいな。リカちゃん、リカちゃん、リカちゃん。あ、シンデレラさん、どうしたんですか？大ニュース、大ニュース。ねえリカちゃん、インスタグラムって知ってる？インスタグラムですか？もうインスタグラムってね、最近流行ってるらしいのよ。最近でしたっけ？いやもうね、最近の若い人って写真を撮って自分でね、ほらカメラをカシャッってやって、ほら皆さんにね見せてるらしいじゃないね。あー、やってますね。やだ、もうリカちゃんもう知らないの？若いのに。もうほら早速、ほらあれ、インスタ映え、インスタ映えよ、インスタ映え。さあ、あなたは今から小さなプリンセスソフィアになるのよ。さあこっちへいらっしゃい。あ、私顔出しはちょっと。大丈夫大丈夫、リカちゃん可愛いから。まずはきなり色の粘土を伸ばして伸ばして、おっと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 、四角くカット。紫色の粘土を細長くカット。さっきの粘土に貼る。畳んで畳んで裾にペタ。薄い紫色の粘土を三つにカット。下を丸くカット。畳んで畳んでペタペタペタ。薄紫色の粘土を四角くカット。2つにカット。たたんでたたんで腰にペタペタ。体のところも薄紫色の粘土、そして袖もたたんでたたんでペタペタ。今度は白色の粘土を伸ばして、ストローを半分に切ったものでレースを作るわ。模様もつけていくわよ。濃い紫の粘土を伸ばして伸ばして、細長くカット。腰にペタ。お次は胸のあたりから下にくるんペタ。素敵な模様ね。縦にも線を入れるわ。うんうん、とっても可愛い。それじゃあレッツララメラメ。紫色のラメを、小瓶のパウダーラメを、ちょっと濃い気がするから薄くのせていくわ。キラキラのストーンをカートの真ん中、そして左右にはこのキラキラの紫のお花をペタペタ。周りにちっちゃいストーンを置くともっと可愛らしいわ。ラインストーンパールを、首元にもパールを、こんな形のパールラインストーンを首にペタ。うん、かわいい。雫型のストーンをペタ。アバローのペンダント、うん、かわいい。かわいいわリカちゃん。スカートの周りにパールを散らすと、もっとソフィアっぽくなるんじゃないかしら。とっても華やかになったわね。ソフィアの髪はブラウン。この茶色のカラーシートをここに置いて、お水を一杯入れて、茶色い液体になったら、このカラーシート水で洗えば落ちるから安心よね。毛の流れに沿って塗っていくと綺麗に塗れる気がするわ。なんだか茶色っていうよりオレンジっぽくなっちゃったわね。なんかあまりにもオレンジだから、もっと濃い焦げ茶を入れて、お水をいっぱい。これでいけそうな気がするわ。なんだかいけそうな気がする。知ってるかしら。あんまり変わらないわね。え、まあいいんじゃないかしら。このラインストーンは一本のシールになってるの。これをこんな風にくねくね曲げて作ったものを頭にのせると、うん、かわいいティアラになったんじゃないかしら。これで小さなプリンセスソフィアリカちゃん出来上がり。わあ、シンデレラさんかわいい。
気に入ってもらえて私も嬉しい。さあインスタ、インスタ映えよ。はっはー、プリンセスかわいい。椅子足がこんな感じになってて、レースをねつけてね。そう、これも作ったの。また作り方教えてほしかったら動画にしてみるわ。これを置いて、こういうガラスの、うん、インスタ映え、ここに置いて、緑もここら辺に置いてもいいわね。そしてリカちゃんにここら辺に立ってもらう。うん、こんな感じかしら。ちょっと首を曲げてみて。あー、こうですか。そうよそう。ほら、インスタグラム、ひまほちゃんね、ひまほちゃん。ここでプラスを押して写真を撮るの。こんな感じで撮る。いい感じよ。撮った写真をねシェアしたら、新しいところに出た。とってもよく写ってるわ、リカちゃん。わあ、私こんなにいい感じになってるんですね。ありがとうございます、シンデレラさん。喜んでもらえてよかったわ。あ、実はねこれどうでもいいことなんだけど、見てこれ、最近の私のお気に入りの iPhone ケース。これ鳥なの。押したら卵を産むの。かわいいでしょ。かわいいですね、シンデレラさん。Amazon で買えるからみんなよかったら買ってみてね。それじゃあリカちゃん、プリンセスソフィアになれたなと思った人はグッドボタンお願いします。インスタグラムのフォローも、ひまわり保育園チャンネルのチャンネル登録もお願いします。それじゃあ次の動画でね。バイバーイ。